ヨンフォッセは、ノルウェーの劇作家、著作家、ハウゲスン出身、ベルゲン大学卒業。1983年に3文、黒と赤で作家としてデビュー。1994年には、初の劇作、誰か来るお上司し,し、イップセンの再来、21世紀のベケットなどと呼ばれる。ヘンリック・イップセン以外では最も上演回数の多い。 ノルウェー人劇作家として、現代演劇の最前衛をリードしており、40以上の言語に翻訳されている。その他、児童文学も手掛けている。日本では、誰か、来る、名前、眠れ、良い子よ、ある夏の1日、死のバリエーション、スザンナといった劇曲が上演されている。彼の作品は、家族関係と世代間の関係を介して見ることが、できる人生。 愛と死のような私たちの生活の中で見ることができる普遍的な姿である。世代間の関係について、彼は言葉では決して総合的に考察することができないこと、すなわち罪と失望の源泉の問題を扱う。彼の作品には一見あまりにも平凡に見えて誰もが感じることができる生活の映像が単純な構造で明らかにされる。 この図には多くの事件が発生していない。常に同じ人物が登場する。父、母、子供、男性、女性、男の子、女の子。ここで背景によく登場する人物は祖母、そして時々隣人たちである。これらはほとんどの名前がなく、特別な固有の性格が付与されない。人物たちは常に単純な。 一般的な人々であり、彼らの関係は一目で把握することができる。そのため、彼の作品は平凡性と普遍性を介して、私たちの生活をもう一度心から覗いてみようと試みる。彼の生み出す人間関係は、誰もが苦しむことができる状況であり、その関係がまた徹底的に観察されて把握することができ、普遍性のミニマリズムに評価されることもある。 それほどフォッセが作品の中で露出されている現実は具体性を持っている。一見単純に見える現実の断面は太い輪郭からなる淡々とした絵に描いて通ってその間の余白には人間の生活の具体的な姿が存在する。それは現代人が生み出すコミュニケーションの不在の社会的関係でもあり、人間の意識の中に存在する無形の原型質でもある。 何よりもホッセの言語は俳優と演出者に大きな挑戦となる。彼の言語は完全に圧縮され省略された形で文章の断片、継続して繰り返される単語からなっている。完全に句と点なしで使われた彼のテキストは解釈とリズムのすべての力を俳優と演出者の手に渡す。ホッセは人生の本質的なものが渦漏れないようにするために 不必要な音を除去する。彼の言語は常に回転しているというユニークな動きで構成されている。ほとんどモノトーンの分、部分的にはスタッカートのように投げられる文章の中でいくつかの生活の構造の人間の内的な心理構造が現在と過去の時間が交差する中凝縮された形で公開されている。ここで、ホッセは沈黙の瞬間を適切に使用する。 人物の会話の過程中に繰り返さ使用されている間の沈黙は、この行間を人物の言葉のない真実が行き来する。音と音なしの独特のリズム、この緊張と士官のリズムを介して発せは、人間の生活の新生成は何なのかを問いかける。ありがとうございます。